3、2、1、ゴーシュタイム。3、2、1、ゴーシュタイム。おし、うわー、すごい、すごい。はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、海外版ベイブレードバーストのベイロッカーです。はい、ということで、ベイを収納する海外版のベイブレードバーストのこう、何、ホルダーみたいなやつが売ってましたので購入してきました。こちらにはですね、このバルトレイク初代、うん、初代のバルキリーがついてるみたいです。はい、じゃあ出ていきましょう。はい、見つけ、いやあ、開いた。あ、中こんな風になってるね。はい、中はこんな風になってますね。はい、え、3つ仕切りがあるのね。ここは固定で、うん、ここは動かせますよ。おう、うん、だからまあベイこんな風にしまっていけるんだね。そうだね。うん、あ、でも結構適当に入る感じだね。うん、このボックスに入っていたのがこちらですね。これはバルトレイクですね。うん、そしてディスクがウィング、ドライバーがアクセルだね。このレイヤーもすごいかっこいいね。うん、これは初代バルキリーだね。そうだね、それで全く一緒だね。うん、で、カラーリングがちょっと邪神っぽい感じになってますね。はい、じゃあセットしていきましょうか。うん、ロックは一つかな。じゃあ今回は、この、バルトレイク対うちが持ってる海外版ベイブレードバーストの7つ対決していきましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。うん、はい、じゃあ早速バトルしていきましょう。うん、私の方はですね、うん、アメリカに来て購入していった順で対決していきたいなと思います。エイシン君はバルトレイクだね。はい、一応参戦バトルするんだけど、うん、バーストしたらもう即負けってことにしていい？あ、いいよ。はい、私はバルトレイク V2 でいきます。おお、3、2、1、ゴーシュスリー、ツー、ワン、ゴーシュー。あ、戻ってきた。戻った。あ、やって負けやったぜ。じゃあ次いきます。ケルベルス K2 でいきます。おー、スリー、ツー、ワン、ゴーシュー。お、静か。よし、初代のアタックは結構硬いよ。ロック硬いの？いや、攻撃が硬い。攻撃が硬い。うん、レイヤーが結構厚いから。あー、3、2、1、ゴーシュー。お、牽制に入った。よし、やばい、バースト、バースト、来い。どうだ、バーストフィニッシュ、お願い、来てください。おい、3、2、1、ゴーシュー。よし、うわ、結構攻撃してくるな。うん、おっ、うわー、ケルベス K2 の方が2ポイントで勝ったかな。うん、はい、続いて私はエクスカリウスに変えます。あ、3、2、1、ゴーシュー。あ、来た、これは当たんなければ。あー、逃した。これに当たらなければ。オーバー。一発。3、2、1、ゴーシュー。バッソー、バッソー、バッソー。ということで、エクスカリウスの勝ち。うわー、出て出て。はい、続いて、バルトレイク V2 の様子がおかしいバージョンでいきます。あー、光るやつ。そうだね。3、2、1、ゴーシュー。これは重いぞ。3、2、1、ゴーシュー。よし、戻ってきた。でも、よし。ありゃ、3、2、1、ゴーシュー。バーストいけ。よし、バースト、バーストいけ。バースト、てか当たらない、弱い。うん、お願い、バースト、カスピン、回転が。よし、ということで、バルトレイク V2 の様子がおかしいバージョンの勝利。わー、はい、じゃあ続いてスプリゼン S2 の様子がおかしいバージョンです。出た。3、2、1、ゴーシュー。自滅。3、2、1、ゴーシュー。うわっ、うわすげえバースト。びっくりした。はい、ということでスプリゼン S2 の勝利です。ドゥン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 。はい、続いてワイブロン W2 でいきます。あ、出た。3、2、1、ゴーシュー。初代のアタックは硬いぞ。さあ、どうだろう。レイヤーが熱いから。よし、よし、おっ、うわーい。ということで、ワイブロン W2 の勝利。はい、続いてオダックス O2 ですね。はい、
3、2、1、ゴーシュ。おし、うわすごい、すごい、うわ両者バーストなのでもう一回、はい、3、2、1、ゴーシュ。うわよし、3、2、1、ゴーシュ。よし、よし、よし、いけ、止まる。おっしゃということで、オダックス O2 の勝利です。あー、バルトレイクということで、バルトレイクに勝てなかったのはこのバルトレイク V2 のみでしたあとは全部この初代バルトレイクに全て勝利したね。だーんひっくり返ってる。あれはい、じゃあこれがですね、アメリカ最後のシュートになりますので、はい、こちらのバケスタでやりましょうか。はい、はいはい、私はですね、こちらのバルトレイク V2 で勝負を挑みます。さっき負けたけど、うん、僕はバルトレイク。はい、3、2、1、ゴーシュ。お、オーバーしないぞ。本当だ。だが当たりもしない本当だあれ、あ、当たった当たった。お、よしよしよし、やっぱりダメなのか。3、2、1、ゴーシュ。また同じような回だな、展開だな、うん、あれ、でもアタックが早かった。あ、やっぱり、やっぱり V2 の方が弱いのか。あ、ダメだ。3、2、1、ゴーシュ。最後にバーストすればこれ完全勝利、バルトレイクに対して。よし、バースト、バースト、バースト、お願いだ、バーストして、完全勝利をもぎ取ってくれ。ダメか。ダメだった。はい、ということで今回は海外版ベイブレードバーストのベイロカでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思ってください。どうしたのどうした、バーストした、うん、やった。ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。お願いします。ぜひお友達にも教えてあげてください、うん、そしてチャンネル登録もよろしくね。ということで、今回のベイブレードバーストの動画がアメリカからの最後のベイブレードになるかな、うん、はい、次の動画は、日本に帰ってからになるかなと思います、うん、まだ8月に発売してたやつまだやってないんで、はい、それやりたいなと思います、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。